焼きおにぎりが楽しめる一日中モーニングにメロメロ。愛知県一宮市にある茶屋さくら荘さん。おはようございます。おはようございます。今年5月にオープンしたオーナーが一人で切り盛りするお店。ここではモーニングが一日中食べられるそうで。お待たせいたしました。焼きおにぎりモーニングです。香ばしい焼きおにぎりのモーニング。お店で手作りする焼きおにぎりは醤油ベースの自家製ダレを使っていて、外側はカリッと香ばしく、中はお米のもっちりとした食感が楽しめます。甘めの味付けがたまらない卵焼きに、温かいお味噌汁、サラダがセット。モーニングには他にも大豆ミートのそぼろ丼や米粉で作るカステラなどがあります。名鉄名古屋本線岩戸駅から歩いてすぐのところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな？